伏線化された後のホーム単線時代のホーム。現在の一番乗り場にあたる久々原駅は、岡山県筑母郡林島町前方にある西日本旅客鉄道宇野線の駅である。宇野方面に向かう宇野港線と本市美山線に直通する瀬戸大橋線の双方の愛称区間に含まれている。駅番号は宇野港線が JRL07。 瀬戸大橋線が JRM07 普通列車のみ停車する2009年1月25日より相対式ホーム2面2線を有する地上駅となった岡山駅管理の無人駅で駅舎はなく直接ホームに入る形になっている愛子家利用可能駅上りホームは側面部に出入り口があり入り口付近に乗車券回収箱が上り待合所内に 自動券売機と簡易型自動改札機がある。下りホームはホーム茶屋町寄りに簡易駅舎があり、収札箱付きの簡易型自動改札機がある。トイレはない。また、建設コスト削減のため、以前からあった踏切を活用する形で上下ホームを結ぶ、個線橋は設置されていない。なお、当駅と茶屋町駅の間の高架橋の手前からは、茶屋町駅まで再び単線となるが、 単線区間に入るポイントまでが当駅の構内として扱われており、上り場内信号機もこのポイントの茶屋町方に設けられている。駅南側の踏切が通る道路が、林間町と倉敷市の境界となっているため、当駅は正確にはこの両市町にまたがっていることになる。かつては無人駅でありながら接近メロディの瀬戸の花嫁が列車の到着、通過時に流れていたが、 現在は JR 西日本標準メロディのみ流れる。なお、岡山駅茶屋町駅間では、小島方面発着系統が、瀬戸大橋線、宇野発着系統が、宇野港線と案内される。瀬戸大橋高速鉄道保有株式会社による、東駅と備中美濃島駅間の複線化工事が2006年完成を、目処に計画が立てられたが、 環境アセスメントを盛り込まず計画したミスが発見され2008年度に完成することとなった2009年1月25日にビッチュミノシマチャヤ長官の伏線区間の使用を開始同時に現在のホームの東側に下りホームが新設され2面に線化、された新設された下りホームは全長145メートルで7両編成対応自動改札機と 待合室が設置されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。住宅地と田園の中にあり、周囲に商業施設などはない。西日本旅客鉄道エルーノ港線、エムセト大橋線快速、マリンライナー快速通過普通早島駅、福原駅茶屋町駅。ありがとうございます。